ハロルド・ピーター・ヘンリー・リースは、アメリカ合衆国、ケンタッキー州出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。愛称の P ・ w ィは、子供の頃ビー玉遊びが上手かったことに由来するという。1950年代のブルックリン・ロジャースで、ジャッキー・ロビンソンと強固な二遊間を形成していた。1938年に、アマチュアとして、ピッツバーグパイレーツと契約。 翌年レッドソックスを経て、ブルックリンドジャースに入団する。翌1940年にメジャーリーグに昇格。84試合に出場し打率。270をマーク、遊撃手のレギュラーの座を得る。1941年には、自身初めてのワールドシリーズに出場。1942年のシーズン後、3年間海軍に従軍し、チームを離れる。 1946年終戦とともに、現役復帰、リースはチームのキャプテンとしてチームを牽引する立場となる。1948年からは、前年に入団したジャッキー・ロビンソンとのに有冠コンビを形成し、毎年90以上の併殺を取るなど、守備面での活躍が目立った。また1949年には132得点を上げて、リーグ得点を 1952年は30、盗塁で、盗塁王を獲得した。1952年5月21日の試合では1イニング、3出塁を達成。ナショナルリーグでは、これが20世紀唯一の記録となった。俊足高打でありながら100死球を2度クリアするなど、選球眼が鋭く、死死球が多かった。ワールドシリーズは1953年までに5度、出場しているが、 5度ともニューヨークヤンキースの前にドジャースは敗退。初めてヤンキースを破ってワールドシリーズを制したのは2年後の1955年6度目の出場の時であった。1956年には7度目のリーグ制覇とともにルー・ゲイリック賞を受賞。リース自身はドジャースがロサンゼルスに移転した1958年シーズンを最後に現役を引退した。ースは 当時のチームキャプテンとして、ジャッキー・ロビンソンのメジャーリーグでの成功に一役、買っている。幼い頃から間近で人種差別を見てきたこともあり、ロビンソンにも礼儀正しく振る舞ったという。リースは、ロビンソンの入団直前、他の所属選手から出ていた、入団拒否の嘆願書への署名を拒否する。1947年に、ロビンソンが入団すると、リースは、 チームメイトの前で真っ先にロビンソンと握手をしてみせた。また、遠征先の球場で、ロビンソンが誹謗中傷を受けていると、リースは守備時にロビンソンに歩み寄り、黙って肩を組んで観客席を見回した。この光景を目の当たりして、観客の誹謗中傷は徐々に減っていったという。後日ロビンソンは、リースについて、彼は何度も自分を助けてくれた。 しかし彼はそのことを自分の手柄にしようとはしなかった。と、リースの人となりを語っている。1948年に、ロビンソンが二塁手のレギュラーに定着すると、彼らはロビンソンが引退する1956年まで、ドジャースの二遊間を形成し、チームのリーグ制覇を支えた。後年、リースとロビンソンの関係をもとに、チームメイトという大の児童書が出版されている。 現役引退後、リースは1960年から1965年まで、リジーディーンと共に CBS テレビで、また1966年から1968年までは NBC で野球実況解説を務めていた。NBC のラジオ放送で何試合か、ワールドシリーズの実況を行っている。解説者活動は1972年まで行い、退任後は、 故郷ケンタッキー州、ルイビルにあるヒラリックブラズビー社に勤めていた。リースの背番号1、ロサンゼルスドジャースの永久決番に1984年指定。1984年、ベテランズ委員会の選考により、アメリカ野球伝動入り選手に選出。同年は、ドジャースの後輩、ドン・ドライスデールも伝動入りを果たしている。また、伝堂入りを記念して、 フルス・ドジャースはリースの背番号を1を永久欠番に指定している。1999年8月14日、肺がんのため、ケンタッキー州ルイビルで死去。ありがとうございます。